サーブが狙ったところに行かない、大事なところでミスをしてしまう、そもそもサーブがネットまで届かない、こんなことを思ったことはありませんか？実はそんな選手に限って共通点があります。今回の動画ではサーブを打つときに絶対にやってはいけない5つのことというテーマでお話をしていきます。特に最後の1つは9割の人がやってしまっていると思うので、必ず見てチームのみんなにも教えてあげてみてください。ブイチタはオンラインで学べるバレーボールスクールです。詳細はインスタグラムからチェックしてみてください。それでは本編いきましょう。サーブで絶対にやってはいけないこと。一つ目、手に力が入っているです。ギクッとした人も多いんじゃないですかね。サーブ打つとき、皆さん手に力入れてますか？いや、入れるだろうって思った人、正直にこの動画のグッドボタンを押してみてください。ちょっとこれ興味あるので、皆さん押してみてください。はい、いいですか？サーブを打つ瞬間は手に力を入れます。ただ、サーブ打つ前から、ずっとここで、うーってこっちの手に力が入ってる人、めちゃくちゃもったいないです。これはね、バレーだけじゃなくて野球とかでもよく言われる話なんですけど、人間の体っていうのはずっと力を入れっぱなしよりも一瞬だけグッて力を入れた方がより大きな力が出ると言われています。何が言いたいかもう分かったかな。そう、サーブが強く打てなかったり入らないよって人は手とか肩にずっと力が入った状態でサーブを打とうとしている可能性があります。力を入れるのは打つ瞬間だけでいいので、それまでは体の力を抜いてリラックスをしてください。サーブを打つときに絶対にやってはいけないこと。2つ目、ボールを見ていない。これもね、こういうことを言うと、いや、また、ボールなんか見てるに決まってるじゃんという声がね、聞こえてきそうですが、みんなサーブ打つとき、ボールのどこを見てますか？ボールを見てますよね。そこなんですよ、ポイントは。みんなボールを見てるけど、ボールの上なのか、下なのか、全体なのか、横なのか。さあ、ちょっと自分がサーブ打つときを思い出してみてください。サーブを打つときは、ボールっていうこのざっくりした丸を見るんじゃなくて、自分がボールのどこを叩きたいのか、そこを意識してみないとダメなんです。サーブとかスパイクをうまく打てるよって人は、それを無意識のうちに身につけてます。ちなみに僕のおすすめは、サーブを打つときは、ボールの真ん中かちょっと下ぐらいがおすすめです。サーブを打つときに絶対やってはいけないこと。3つ目。胸が前を向いている。いや、当たり前だろうと思いますよね。これ実はめちゃくちゃ危険です。これ、何が危険かっていうと、サーブが入らないで悩んでる人はもちろんなんですが、普段から普通にサーブが入るし狙えるよって人にもありがちなんですよ。普通に入るけどなんか威力ないんだよなって人、特にここを意識してほしいです。サーブモーションの時にずっと胸が前を向いている人、要注意です。サーブを打つ前までは胸は利き手側に向けておきましょう。そしてトスを上げたら打つ動作をしながら胸を相手コートに向けていきます。このひねりの動作を必ず使ってください。で、僕がなんでこんなに危険っていうかっていうと、胸がね前を向いていると前後の体の反りで威力を出してしまいますよね。それ腰を怪我する原因になるんです。スパイクを打つ時も一緒です。分離症っていう腰の怪我につながるので絶対にやめるようにしてください。サーブで絶対やってはいけないこと。4つ目、手のひらの向きを意識していない。サーブ打つとき、サーブを打つ瞬間や、打った後の手はどこを向いてますか？ちょっと自分のプレーをね、思い出してみてください。フローターサーブの場合は、手のひらは自分がボールが飛んでいってほしい方向にまっすぐ向けるのがおすすめです。逆にジャンプサーブとかスパイクの場合は、ボールをまっすぐ打つときは、指が下に向くように手のひらを曲げて打つと、綺麗なドライブ回転がかかるのでおすすめです。ボール落としてもう一回。はい、どうも。ブリッシャー。サーブで絶対にやってはいけないこと5つ目、狙いを定めていない。これを聞くと、いやいやいや僕はまだ狙うレベルでもないんですよ、まだサーブが入らなくて困ってるんですよって言ってくる生徒さん、保護者の方がよくいらっしゃいます。こっからの内容は、そういった初心者の方にも今大会で活躍してる選手にも全員に当てはまる内容なので、しっかりと聞いてください。よし、サーブ入れるぞって思った時、ネットとかコートの枠に意識が向いちゃいませんか？んで、そういう時に限ってサーブ入らないんですよ。ミスりますよね。これってめちゃくちゃあるあるじゃないですか。24点目とか大事な場面でサーブが入らない。で、その代わりにイケイケな時ほどめちゃくちゃサービスエース取れたりしません？その答えは実はここにあります。そう、それは狙いを定めているかどうかなんです。だからこれから皆さんはサーブを入れよう、とにかく入れようって思った時も必ずコートのあそこに打つっていうのを狙って打つようにしてください。これだけでね、一気にサーブが入る確率も上がるし、サーブが強くもなるし、いいこと尽くしだと思います。で、そんな狙ったら逆にミスっちゃうよって思うかもしれませんが、一回相手のコートのど真ん中を狙って打つようにしてください。特にパワーが足りてて、あとは狙いを定めるだけ、まっすぐ打つことができないっていう人は、コートの真ん中を狙って打つと、それだけでサーブが一気に入りやすくなると思います。ネットを越えるぞとか、相手のコートのどっかに入れるぞって思って打つよりは圧倒的に入りやすくなるはずです。ブリッシャー。はい、ではここからインスタグラムで募集した質問に答えていきます、サーブの時にドライブがかかってしまいます。どうしたらいいですか？そういう人はボールを打った瞬間に手を止めてみてください。なんでかっていうと、いつも打ちながら手のひらのスナップを効かせるのが癖になっている場合は、手を止めることでまっすぐボールに対してインパクトできるようになるので、うまく無回転になる可能性があります。次、逆にボールに逆回転がかかってしまいます。どうしたらいいですか？はい、これは今のとは逆なんですけど、今度は手を止めるんじゃなくて最後まで振り切ってみてください。そうするとちょっと変化が出るかもしれません。もしくは打つ瞬間に手がね、こう撫でるようにボールに触ってしまっている可能性があるので、しっかりとボールをまっすぐ押し出すイメージで打ってあげるようにしてください。Vチタは対面のバレーボールスクールを愛知県で2カ所、オンラインでも着実にレベルアップ可能なバレーボールスクールを運営しています。詳しくはインスタグラムまたは公式 LINE よりお問い合わせください。概要欄に載ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。